私は宇宙服を着たタイムトラベラーであり、様々な時空と宇宙を旅しています。今回は魔法の異世界に旅立ちました。狼と子羊が喋っていて、とても気になったので近づいてみることにしました。狼が子羊に言うのを聞いた。子羊よ、あなたは上流の水を汚染したので、私はきれいな水を飲むことができません。子羊はすぐに言いました。下流に行ったばかりの飲料水ですので、上流の水を汚染することはありえません。子羊の答えを聞いた後、狼は新しい言い訳を考えました。あなたは去年私の父を叱った。これを聞いた後、子羊は自分がその時に生まれたわけではないという事実を主張しました。しかし狼は気にせず、子羊にどう説明しても食べてしまうと言い、これを見た時、子羊が警戒心を高めればそうはならないのではないかと思いました。狼に殺され、食べられた、または狼が攻撃する前に子羊が逃げることができた場合、狼は命を保つことができるかもしれません。異なる時間と空間を旅するタイムトラベラーも同様の状況に遭遇します。悪者と対峙した時、正当化したからといって相手の悪行を止められるとは限りません。したがって私たちはこの状況にもっと賢く対処し、学習と成長を続け、将来遭遇する可能性のある課題によりよく対処する能力と知恵を向上させることを学ぶ必要があります。ご覧いただきありがとうございます。私は宇宙服を着たタイムトラベラーです。次のストーリーでお会いしましょう。